やいやいや、映すのこっち先に多分。あ、本当？あ、本当だ。これどこかわかんないから。名古屋っぽかったちょっと。どこかわかんないからこれだけで、はい。ここはどこに来たんですか？大宮でございます。大宮来ましたね。はい、2度目。はい、だいぶ前にね一回、はいはい、行かせていただきましたけども、はい、まあちょっと今回は、うん、はい、別途ね行ったところもありつつで、はいはい、近くにある大宮に来たと。そうです、リバイバル企画ね。いや別に勝手にやってるだけよ俺らが。別に勝手に来ればいいし。 HD リマスターですよ。まだこれ大事なんですよ、はい、前に行った時と品揃えが変わってる、ね、そう、お値段が変わってる、うん、ありますから、うん、あります、はい、というわけで本日は大宮の、駿河屋さんに、はい、行こうかなと思ってます。はい、はい、駿河屋さん前来た時もね、うん、かなりやっぱり規模も大きいし、はい、はい、綺麗なゲーム多かったので。いや多いんだけども、はい、やっぱりね、うん、欲しいものがねここに出るのよ。あ、なるほど。検索で、はい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 、はい、駿河屋大宮あります、駿河屋大宮ありますって。なるほどね。あ、じゃあ遠いよって。まあなんかないと来たくないよね。1時間半ぐらいかかんだから電車で。このためにってなるとね大変だから。そうなの。まあまあでも今回はね、はい、まとめていくということで、オーケー、今回駿河屋大宮と行きましょう。おい、はい、というわけで、はい、はい、入ってきましたよ。来ましたよ。はい、まあやっぱ駿河屋といえば、はい、このね天外ショーケースね。このなんだよその笑顔。いやいや、これぐらい実はマスクの中でも笑顔ですよっていう話ですよ。まあマスクしてますからね、はい、分かりづらいかもしれませんけども、はい、これはかなりワクワクしてますよ。いや、すごいよ DS から。うん、いいね DS。 そうな、ロックマンエグゼシリーズ高くなってんだよね。ほんとだ、あと流星のロックマンとか。ほんとだ。まあでも今度ねスイッチ版出るからそれに順次でかもしれないね、うん、ギャラリーオブラビリンすごいですね。ね、いいね、ドラキュラ系もね、そう、あるね。DS のドラキュラはね、やっぱ DS でしか遊べないからね、うん、やっぱしっかりした値段してるんですよ。そうなんだよね、DS はちょっと移植しづらいからね、はい、そうなんだよね。そして、はい、ゴールデンアイ、今度出ますからね。いや、俺、前の動画見たら分かるけどさ、うん、俺、一回ハードオフでゴールデンアイ流してんだよ、大阪で。はいはいはい、覚えてる？知ってるよ。そう、それがねちょっとやっぱ引っかかっててね。だからそれがここでね今どれぐらい綺麗さとかね値段とか考えて、こっちの方がいいなー。ゴールデンアイ欲しいなー。いや、まあやっぱりこの、まあ、パッケージランキング相当上位だもんな、これやっぱティアーズクロスなんか。いいよなー、うん、映ってて僕らのボンドは彼ですからね。そうなんだ。はい、あーでもいいねこれね。それいいの？これダークソウルアミーボあれねー持ってます。あ、持ってんだ。はい、買ったんだ。ちゃんとね、だいぶ前だけど買ってあります、アミーボ出してんのね、ダークソウルで。あのダークソウルのリマスターがスイッチで出た時に、うん、あれだけ出たのよ、しかも多分ね、あれ日本で売ってないの、海外だけなんだよ、確か。あ、そうなんだ。そう、すごいレアですよ、あれは。いいじゃん。はい、あ、アミーボあるよ。アミーボたくさんありますよ。ちゃんとね、うん、レアアミーボばっかりね。ね、まあ、ショーケースだから。いや、でもさ、うん、あのモンハンストーリーズのとか結構あったじゃん、うん、今こんなになってんだね、うん、まあ、できいいよねこう見ると。あれなんかね、あのら辺からアミーボの質がまた変わったんだよね、うんうん、結構初期のほらなんかサムスがどうたるとか言われる、うん、でもメトロイドも良くない、かっこよくない、あれ。あのメトロイドいいね。ね、そう、サムスもいいけどメトロイドもそうなんだよね、かっこいいね、うん、いやいいよ、すごい箱ボーイも。いやー、これはちょっとねワクワクしちゃうものばっかりですけども、うん、はい、スーパーファミコンの箱根、あ、箱なしね、裸スーパーファミコン、うん、うわ名作しかないじゃん。あ、意外とグレートバトル4とかもこんな感じなんですね。っていうこと、値段、うん、2000円、もうちょい安くなかった俺ら。ああ、まあ駿河屋はね割と、うん、割と割としっかり、しっかりね、綺麗なものをね、うん、値段つけて。そうだね、うん、まあ保証もあるしね。そうだね、うん、うん、それだけしっかりしてますよっていう部分も含めてですよ、うん、おーすごい。でもまあでもこんなもんじゃない、こんなもんだと思うよ。うんうん、前多分ね箱ボロボロの箱でね結構あのソフトも汚れてるやつみたいなのだったりとかしますからね、うん、あーゲームボーイ。いや、これとかね、ポケモンカード GB2 とかはね、あんま見ないのよ。GB2 はあんまないね。GB いっぱいあるけど。これね、ゲームギアは、やっぱさすがに箱あり、うん、箱ありでしか買ってないね。ああ、そうなんだ、うん。まあ、プレイするためのゲームギア自体ね、結構品薄なのもあります、ね。マザー系もあるし、マザー3と1ですよね。うん、ネス、ファミコンのね、海外の。あれだ、NES ね、うん。はい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 。かっこいいよね、カセットが。なんかファミコンよりかっこよくない？海外のファミコン。うん、そんなちょっとな、パソコンの機器っぽいね、ちょっと、うん。パソコンのフロッピーみたいな感じがするし。
絶対半分切っても動くもんね、頭半分。まあずっとね、これが日本のね企画だから。そうそうそう、やっぱでかい方が受けるんだって海外は。なるほど、うん、仰々しいぞっていう、そう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 、あれがあるんだ。あ、すごい。でもなんか意外と知らないの多いな、これね、うん、こんなファミコンはね、アイドルなんだ発見で、ネオジオだ、ネオジオはやっぱ受けてるな、ネオジオね。でかいな、ネオジオはもういいだろ。コロコロコミック買えないだよ。まあね、ネオジオ、ゲームギア、あ、いいじゃないですか。ゲームギアのファンタジースター、ガロスペ、はい、サイキックワールド、はい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 、全部持ってない。あ、ガロスペだけ買ったかな。あ、本当。サイキックワールド欲しいな。これね、色あせしやすいんだよね。持ってなくて箱付き、箱で綺麗だとね、だいぶ。これはかなりあるよ。あ、本当ある。うん。いやでもね、これね、うまくいけばね、5、6000円で買えるような気もしなくもないんだよね。なるほどね。まあ、ゲームギアはまだそんなにノーマークなの。そんなこともない。そんなこともない。あ、本当。てか数が少ないから。あ、そっかそっか、もう単純にレア、出てこ、ね、レアものとして、そうそう、数が、物がないっていう、うん、はい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 。エストポリスも上がりましたね。あら、エストポリス上がりましたね。俺これ買い始めた時2000円とかだったよ。この動画もう1年以上前。じゃあだいぶ変わったわ、うん、トランプアイランドもね、はい、これも本当に1000円とか2000円だったけどね。じゃあもう徐々に徐々にね、うん、やっぱなってってんだ。そういう風にレイヤーズは変わってないね。レイヤーズはもともとこの値段だったのね。レイヤーズは変わってない。メタルマックスリターンズも俺らがこのゲームショップ回るとき、うん、回り始めたときは6000円ぐらいだったよ。確かにこんななんかすごい値段はしてなかった気がするね、うん、すごい。そう考えると本当にめちゃめちゃ変わってってんだね、うん、スピーディーに値段がね。トップホールも高いね。値段してますよ。そうなんですよ、うん、あ、ここに一応ちょい傷ありだけどゲームギア、ゲームギア ね、 ありますね、うん、はい、まあ、これもガロスペだね。本当だ、ワンダースワンと、ね、うん、横にありまして、なんかだから本当に種類に関しては豊富ですね、やっぱり、うん、うん、ファミコンもね、うん、これでファミコンを集めるのはありだったもんね、うん、このなんだハードケースファミコン、箱綺麗だったらね、うん、ファミコンも欲しいなと思うけど、やっぱりもう、まあ、むずいよな、ちょっと年代もあれば古すぎるっていうのもあるし。そうなんだよね。で、アドバンス、はい、来ました、アドバンス、はい、ワンツーの箱、わあ、箱綺麗な。マザー3は確かに欲しいな。メガテンこんな高いんだ。新女神伝説ドラ、アドバンスってやっぱ高いの高いよね、めちゃくちゃ。まあ、悪魔城シリーズもそうですけど、こんなのがリバイバルされてるのにね、もうすでに。まあね、うん、そうじゃねえところになったわ。氷の章欲しいな。デビチル、これ欲しい。デビチルは主人公が、あのゾナーの人がこれやってる、よく覚えてんね、そんなのがすごく印象的だわ、うん。まずメトロイドゼロミッションとかね、高いですね。高い、だいぶ上がったね、あれも。ちょっと前まではね、1万切ってたけどね、どっちも、うんうんうん、フュージョンもあるね、うん、いや、すごい、あ、フュージョン、本当だ、上がってるね。いや、すごい、あのスクリューブレイカー、ドリルレルもちょっと前までは6、7000円ぐらいで買えたイメージあるけど。あ、本当に、うん、あれね、俺スマブラで存在したもん。面白いのよ。へぇ、震えるし、カセット、あ、すごい、振動付きカセット。そう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 、トルネコとかも出てたんだな、アドバンス、あ、いいじゃないですか、ゲームギア、うん、ゲームギアね、出た、ラッシュ、なんだっけこれ、え、何、ビアナックル、うん、1まだ買ってないね、2は買ったんだけど。あ、ほんと、うん、また綺麗なの探すなるとね、うん、わ、ネメシス2、お、ほんとゲームギアやっぱあるね、ゲームボーイも、うん、ゲームボーイ、ゲームギア、いいな、ネメシス2、カエルもめっちゃ綺麗これいや、ゲームボーイの人じゃん、スーパーの人じゃないよ、もうなんか最近カエルめっちゃ綺麗じゃない、これめっちゃ綺麗だけど、確かにこの2つめっちゃ綺麗じゃない、すごいな、ゲームボーイ、ネメシスめちゃくちゃ綺麗じゃない、これゲームボーイで、これはね、うん、珍しい。いや、これもな、6000円とかさ、うん、7000円ぐらいだったらもう即決なんだけどさ、まあやっぱりね、カエルもね、3、4000円ぐらいだったらね、この綺麗さならね、即決なんだけどね、まあやっぱりちょっとこう、ちょっと悩んじゃうよね、うん、元値がね、高くなってるというかね。いやー、ちょっとこれはあの、まだ入り口だからこんなに見てるけど、というわけでねいやいや、違う、終わらせとすんだなんか見ましょうか、ここから入りましょう、うん、ね、
しい。逃げない逃げない。前と全く同じ。じゃ見直してほしいみんな。前と全く同じことやってる。全然覚えてないそれ。スーファミが逃げるから。やってたかもしれない。やってた。来ましたよ。はい、はい、スーファミゾーンでございます、ね。スーファミゾーン来ましたね。あ、SF メモリあんじゃん。うん、ね。SF メモリもあって。ね、前はあれか GB メモリか GB メモリかったの、はいはい、いややっぱりね、いいですよ、やっぱこのパッキングよ、うん、F0 はなんかでもまたアップデートされてる感じするな、うん、ものはね、うん、あこれも前期版と後期版あ出た、あのロゴの中にある感じ、ね、前期版と後期版ですね、本当こんなあもう違いますねこれもね、はいはいはい、はい、後期前期後期、こう見るとやっぱ前期少ない1本しかない、そうだね、うん、前期の方がちょっとロゴ好きだけどな、この白地になってる、うん、一つ勉強になりましたねどこで使うのか分かんないですけどああいいね、でも見逃したくないんだよね、いいものを見逃したくないんだよね、いやそうだからスーファミゾーンはねもうびっくりなのよ、もう西田君はジョンキーコング3に時間かけちゃうから、いやかけさせてよいいけどね、毎回のことなんだけど、はい、でもそれでねなんだかんだいいのを見つけてますからね、あブラッキーリーディングサッカー、お水濡れやかラジンスさん、スペシャル3とスペシャルマジ欲しかったんだよな、これ誰か隠してない、うん、ここになんか確かに今ここにこうねこうなってたじゃんなんかねこれ誰か隠してたでしょ、買っちゃう買っちゃう、カゴに入ってないなら買っていいんだよ、スリーとスペシャル、スリーとスペシャル、本当だ、いやーでもいや結構痛みあるな、いやでもねこれマジ出てこないんだよね、あまず物が少ないんだ、はい、なるほど、どうしよっかな、痛んでても持ってるか、うん、はい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 、ちょっといいの出てくるまで待つか、そうだね、気に悩むね、悩む、いやでもね出てくると思うんだよな結局、そんなね、いや悩んで同じ隠しすな同じことやさ多分そんなねあのスーパーファミコンってね市販されてるものだからね、うん、まあ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 俺最近気づいたのよ、あなるほど、そう焦らなくても、うん、なんだかんだで物出てくるよっていう、存在はしてるよっていうね、そう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 、それは確かに思うね、はい64です、64ね、うん64なんかちょっと綺麗なのが増えてる感じするな、64のサッカーゲーム知らんなあ、ワールドカップフランスね、確かにこの頃ちょっとワールドカップというかサッカーブーム来てたかもねちょっと過ぎてんじゃない、95年とかじゃない、あ本当に J リーグが始まったぐらい、まあ、J リーグはそうか、うん、だから俺が普通に小学校の時のワールドカップだから印象に残ってたけど、それはあるかもねおお、飛龍の剣ついね。あとポケピカが、ポケピカみたいな。元気で、元気で中ね。元気で中、マイク付きでちゃんと。よくマイク取ってるよな。バイオレンスキラー。バイオレンスキラー。なに面白くはなさそうだよ。まあちょっとね、バレたね。このパッケージでバレてるよね。知らないかな、やったら面白いかもしれないけど、ディノクライスをなんかこううまいことしたみたいな、チョロ Q もいいな、チョロ Q64 ちょっとやりたいな、パーフェクトダークね、いいね、パーフェクトダークも出るかな、いやゴールデンアイ出てんだな、これ全然あるけどゴールデンアイの方出すのめんどくさそうだもん、まあね、スイッチ、うん、007の著作権があるからね、そう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 、ないからね、そのエンジンだけ使った別ゲーですから、うん、マリパも入りますよ今度スイッチに、マージャン出た、マージャンか、なんかワクワクする、これとかも、あー出た、わかんないけど、わかんないな、これがあれじゃん、あのゲームボーイさせるやつが、あこれね、ついてる、はい、64GB パック懐かしい、ポケスマ、ポケスマもね、もう実際全然遊べる、こんなソフトだったのポケスマ、なんかちっちゃいんだね、うん、あ本当だ。へー、なんかこれしか見たことないな、この形というか、うん、一瞬これやろうとしたけどやめたのかな、すぐ、へえ、いいですね、ゲームボーイコーナー、はい、あー GB シリーズ、GB シリーズ、さファミスタ GB ね、
いいじゃない。なんだかんだね、野球ゲームゲームボーイだと面白いですからね。お、ゲームボーイギャラリー1、2、3、全部ある、全部揃ってるよ。俺何もちょっと見ていい？いいですよ。これね、2を持ってたんだかな。あ、しかも結構綺麗じゃないですか。うん、綺麗なの俺買ってフイさんにあげちゃったからね。いや、なんか匹敵する綺麗さしてるよ。俺フイさんに何あげたんだっけ。3もらったと思う。1もあげなかった。なんか1か2もあげない。1と3かな、確か。1と2か1と3。あ、でも綺麗綺麗。あ、2は持ってる。綺麗綺麗綺麗。ほら。どうですか。あ、ちょっと蓋が傷んでるかな。あ、本当？3は、うん、綺麗ですよ。あ、3綺麗だね。急に綺麗なゲームボーイギャラリーが。うん、悪くない。うん、これはいいんじゃないですか。悪くない。出産祝いに買おうか。いや、出産祝いはいいや、これ怒られる。これに出産祝い。なんでお前出産祝いそれにしてもらってんだよって。3000円のお前ゲームギャラリー。そう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 。おむつとか買ってもらえってなるから。まだ聞いてないですか。私ああ聞かないと買えないんで。それ何、それクオース、あ、クオースか、はいはいはい、うん、あのこういうのもね、箱かわいいよ、こんなのね、うん、ありだね。いいですね。いや、なんかね、ちょっと GB 系綺麗なの多いっすよ。 GB はね、かわいいからね、うん、箱がね。あら、あらららら、ら綺麗だし。おう、ファンタジア。うん、いいじゃん。これ何月何日なんだろう、この下。いや、これ吐いた時にね、うん、跡が残るから。なるほどね、本体に貼ったのか、これ。大丈夫かな、6月と、あ、残る可能性ありだね。あ、ほんと？シール跡。3ヶ月？3ヶ月ですね。なるほど、ね。3ヶ月もちょっと怪しい、最近俺の中で。もうほんと1ヶ月いないぐらいじゃん。うん。もうこれも良くない、ほら。あ、綺麗。SD ガンダム。ほんとだ。なんか今日綺麗だな。いや、今日、今日お前綺麗だな。今日綺麗だな。なんか今日綺麗だな。やっぱ駿河屋さん綺麗なの多いね、本当に。そうですね。めっちゃ綺麗。ここにいたんだけど。ちょっと、すいません。はい。当たり前のようにゲームギア、ゲームギア束持ちしないでもらっていいですか。ちょっと取んないでください。ゲームギアコーナーがちゃんとあるのいいですね、やっぱ。ゲームギアコーナーありますよ、そりゃ。しかも、でもやっぱりでもこんぐらいなんだね。そうでしょ。でもなんだかんだあるか。いや、これ結構ある方だよ。そうだね。うん。そんな持ち方してるやつ初めて見たの。いや、でもこれはワクワクしますね、確かに。うん、うん、ゲームギアを探すならかなり駿河屋さんは必須だよね。うん、必須になっちゃうね。うん、いいじゃない。目指そう。 GGR スターも買ってたしな、うん、この前。なんかまたいいゲームギア、ゲームギアの方がなんか最近気になるの。伊豆さんの事情。いや、もうね、スーパーやね、もういねえ、店舗に。もうそうだね、普通に売ってないからね。なるほどな、まあ、こういうちょっと珍しいセガマーク3とかね。あ、マーク3ね、うん、やっぱセガマーク3とかあってくれるのはめちゃくちゃ嬉しいね。すごい、でもここなら揃うんじゃないですか。そうだね、うん。攻略本コーナーですね。攻略本コーナーね。いや、すごい、やっぱね、とんでもないあの物量ですね。普通結構一棚で終わるのに、うん、うん、攻略本もあればちょっとこうなんだ、設定資料集とかもあって。ロックフォル持ってんのがいくらぐらいなのかなと思って。確かにね、もともと持ってるやつがどれぐらいで今はなってるのかっていうのも気になるけど、すげえアルテマニアってまだ出てんだ、ちゃんと。最近のゲームの攻略本とかってさ、うん、やっぱ出すとこしか出さないよね、この結構有名タイトルじゃないと。 すげー。いや、見てください、これですからね、この充実量。どれ、あれ。こういう系ね、こういう系はね、この背表紙な、この黄色い背表紙のやつらね、この辺とか、ね、そう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 、これいいですよね、漫画が載ってても、うん、イラスト付きの。やっぱこういうの見るとね、ワクワクするな。やっぱりあの金曜日にやってたさ、うん、あのエンディング代行、うん、攻略本あるとまた違うよね。いや、そうだね、あれ攻略本、うん、必要なのよね、うん、攻略本買ってもうアドバイスなしで攻略本だけでやるっていうのがやっぱ、ね、オツですから。わー、すごい、
ロマサガもあるんだ、アルティマニア。ちょっとここら辺ちょっと私チェックしよう。ちょっと掘る。うん、掘るわ。さあ、DS コーナーです。 DS ね、結局ね、一番遊びやすいのよ。そうなんだよね、今、なんだかんだいいなぁ、ね、そんなん一生遊べるじゃん、多分900円でね。ねえ、難しいらしいよ。あ、そうなんだ。うん、コメントであった俺らがヨッシーアイランドやってる時に、DS は鬼畜ですって。だからなんか、DS のあれかな、隠しステージがやばいみたいですよね。そうそう、まずこのなんだ、ベビーマリオ以外もいるのよ。そう、なんかそれぞれね、能力持ってたよね。そう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 、ベビードンキー、ベビーワリオとかね。そう、で結構 DS はね、なんかあの古き良き任天堂の無 G のがね、うん、あれあれプリンセスもうちょっとなんかリーズナブルじゃなかったですか。ちょっと高くなってるかもしれないね、もしかして。あらら、なるほど。これも面白そうなんだよね、やったことない、これやりたいわ、ね。意外とマリオのアクションやってないのあるからね。そう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 、そういうのはぜひね、ちょっとやっときたい。うん、クロノトリガーも、あ、しっかりしてる。クロノトリガーね、高くなってるよね。うん、ああ、いいよ。あれ、幻想水湖で。水湖でね。はい、今度ね、新作出ますよ。新作ってか、まあ、あのリマスター。リマスター、リメイクなの。うんうん、そう考えるとですね。ちなみに、はい、あの、過去にも入れてましたけど。あれー、試練 DS2。はい。あら。これはもう買うのか。これもずっと探してたんだよね。あ、そうなんだ。うん。はいはいはい、はい。昔から全然いいんじゃないですか。言ってたよ、動画で。本当ですか。言ってた言ってた。試練の DS2 ない、試練の DS2 ない。欲しいなって。あった。ここに。それは、ぜひ。この DS と、うんうん、DS2 と、うんうん、5。あ、試練5。あ、 あと4もあるかな、DS。あ、意外とじゃあ試練の DS 出てんだね。出てる出てる。まあ、これは、これはスーファミの、リメイクかな、DS 版の。はいはいはい。これはゲームボーイカラーの、リメイク。おお、うん。まあね、確かにダンジョン系は、不思議のダンジョン系はやっぱ携帯機でやるの楽しいですからね。そうなのよ。ちょうどいい、一人でやる分にはね。なるほど。ソニックラッシュ。ソニックラッシュ。あれあれあれ。あ、いいじゃない。トイストーリー3。お。トイストーリー。こんなん面白いんじゃない。いや、面白そうだよね、普通に。うん、ね。パイレーツオブカリビアンだよね。いいじゃん、意外と、いいね、意外と、しかも、あ、おもろそう。ジャケいいじゃん。おもろそうだな、これは。ジャケ買いありだね。すいません。もう確保しちゃいました。私の、アイドルマスター、ディアリスターズと、七種のゲーム。七種のゲームを買うんだ。はい。持ってなくてね、やったことなくて。あ、七種のゲーム、面白いよ。そう、面白そうなんだよね。面白い。ホラーゲーム結構。俺買ったとき1500円。言わなきゃ。言わなきゃ買った時1500円、買うの、俺買った時1500円だったけど買うの、言わなきゃそんなもんかなで買った。いやでもね、だいぶ前だったから。あ、まあまあね、で、まあ、で結構有名なゲームですよね、うん、なかなか話題のゲームなんで、この辺はちょっとね確保させていただきまして、まあちょっとね、惜しくもね、ラキスタモエドリルの方はちょっと七種のゲームとのレースに負けてしまいました。レースに負けたんだ、はい、すいません。3DS もね、そうなんですよ、いいゲームいっぱいあるんだよな、実はな。うん、で 3DS もなんだかんだね、結構ねリーズナブルな値段多いんですよ。いや今 3DS いいよ、マジで。ちょうどいい、マジでいい。確かに、ね、3DS までなるとね、しかもクオリティも高いんですよ、ゲームの、うん、すごくね。だからメダロットとかもなんか全然89出てるからな、やっとくべきなのかもしれないな、意外とね。うん、面白いかもしれないよ ね、ちゃんとやってないけど。俺もこの辺のね、DS のソニック系ね、触ってないの結構あるんだよね。はい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 、確かにね。なんか DS、だからちょうどやっぱほら、大人になった時のやつだからさ、うん、そう、結構ね、あ、海原かわせ。さよなら海原かわせ。で最近スイッチのスーファミのやつにもね、うん、追加されてましたけど。まあ、面白いだろうしな、あり、うん、だよな、こんなんの、ね。普通に難しい系のアクション。うん、いっぱいあるよ。なんだかんだ DS はね、本体もそんなにしないから今、うん、ぜひね、あのニュー 3DS 買って 3DS のゲーム、 DS のゲーム遊べるのはね、今かなり暇つぶしとしていいんじゃないかな。実はスイッチが、うん、今一番熱いハードだから。いや、まあね、PS4 の時代がちょっと今ね、スイッチにかなり、そうそう、いやいや、うん、なんかそのスーファミとかさ、うんうんうん、ずっとこうやって回って見てるじゃん。まあ我々はね、いやいや絶対スイッチ見た方がいい。まあでもスイッチはほら新品で出てるから。そうなんだよね、今ね、全然この辺もだって任天堂系の新作はもう全部新品で買ってるもんな。そうそう、なんだかんだで、ね、そうなんですよ、ディスカバリーとか、うん、
あ、カービィディスカバリーね。スターライズか。スターライズは。このあの Wii のね、うん、あの星のカービィ Wii のリメイク出ますからね。あ、そう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 。あんなんもいっぱい出してほしいよ ね。いや、あれはすごくいい試みだと思う。Wii U のゲームとか出し直してほしいわ。うん、ライブライブ。はい。美味しそう。復刻版の。いや、そうなんです。ミートピアとか実は面白い感じですよ。さよなら海原かわせ出てたけど。あとコットンも出てたけど。うん。海原バズーカで復活。あれ？全然さよならじゃないか。バズーカで復活です。さよならがちょっと売れたのかな。まああのえあれ箱に入れたんだけど、いやまた買っとる。X1XX2 あれかアニバーサリーコレクション。うん、はい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 。X と X2 だから要は1から何本まで入った？8まで入ってんのかな。8が最終作だから今のところ。こんなん絶対持っといた方がいいけどね。これ、まあね、これ絶対持っといた方がいいよ。特にね、X6 以降って結構手に入んない、うん、なんかね、あんまないんだよ。やりづらいし。そう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 。で、PS4 を起動するのめんどくせえし。そうだね。これ PS4 の方は持ってんだけど。あ、なるほど。もうスイッチで寝っ転がりながら。スイッチでやった方がいいでしょ、絶対。確かに。スイッチいいしな。うん、別に画質とか気にならないし。買うべ。そういうことだった、ね。うん、買うべ。はい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 。いや、なんだかんだね、格ゲーもね、ちょいちょいね、カッコン出してるんですよ、スイッチ。スイッチの空き缶買おうかな、俺も。使うならっていうので。スイッチいいなぁ。うん、スイッチはね、これからも熱いですよ。やっぱ、ニンテンドーダイレクト、いちいちこう、ワクワクするからな。あ、出た。スノブラ。スノーブラザーズ。薄い本もついてる。あれ？スノブラの薄い本もついてる。薄い本って言うか、同人誌ないし、見て、これ。公式でしょ、ちゃんと。すごい。こういうなんかちょっとファンブックじゃないけど、うん、もうついてて。いや、これ、このパッケージはそろそろ1個買いたいんだよな、なんか。何？このデカパッケージ。あ、これ？うん。ドレッド？デカパッケージスイッチ。だから今のところちょっとスーチーパイと。ドレッドはね、これで買ってますよ。あ、ドレッドと、あと、うん、コットン。はい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 。のトリビュートだか、なんかはこのサイズで買って。うん、いや、結構この出し方もね、ワクワクしてる。いや、超邪魔だよ。いや、まあ知ってるけど、ザクぐらいあったもんね。ザクの胸ぐらいあったもんね。でかい。あ、夢を見る島とかも俺まだ買ってないもん。あ、これね。うん。あれ、ダンペさん。あ、ダンペさん出てんだ。ダンペさん。ちゃんとね、こういう新要素あんだよね、ちゃんと実は。そうそうそう。うん、夢を見る島ってやってないですね。うん。スイッチマジ神ハードだな。改めて。全部あんのよ、ファミコンから。うん。その最新のまで。いや、そうだよ。ファミコンもね、どんどん追加されて遊べるし、なんならそういう風にあのロックマンみたいに復刻版で出してくれたりとかもするし。そうなのよ。レイオス。あ、スパロ30ね。30買おっかな。でもなんかたまになんかギョーで1000円とかになってんだよね。あれ、たまにあのスパロボはシナリオの問題ですごく安くなることあるけど、そういうことなのか。いや、スイッチ、改めてスイッチね、いいのいいね。ほら、ネオジオポケットカラーとかあるんだよ。うん、すごいな。すごいね。こんなの出てんだね。ネオジオポケットカラーのやつの、メタスラとか入ってんじゃん。すごいな。ネオジオも遊べんだ。こんなんね。いや、最強だって、やっぱスイッチ。こうやって見るとね、うん、改めて見ると。最強最強。うん。はい。というわけで、いやいやいや、ですね、だ初封じだから。え、この動画初だから。そっか。あ、じゃあこの動画を初めて裏マンチャンネルで見てくれた人は誰やねん。そう、誰誰って、ね、はい、ずっと撮ってましたね、はい、裏マンのフージでございますけども、はい、はい、駿河屋大宮店で、はい、こちらたくさんね買い物させていただきまして、うん、いや、やっぱりなんかあの綺麗でかつこう品揃えがいいという。そうだね、やっぱりしっかりした店舗ですの で、うん、そうですね、まあ、しっかりしてない店舗ってないんですけどもまあしっかりしたね、あの、はい、会社さんなので。そう、品揃えもあるしね、うん、あの、まあ、僕撮ってないけどずっとホビーのとこ見ましたしね、うん、はい、いろんなとこ見ましたけども、そうそうそう、はい、私もゲーム買わせていただいたんで発表していきたいと思います。見せてくださいよ、はい、まず1つ目はこちらです。全然アイドルマスターディアリスターズ。君いつもアイマスのなんか買ってるね。いやいや、まあ軽音とかね、いろいろ違うよ。萌えは萌えだけど、アイドルマスターの DS なんですけども、はい、この子たちはアイドルマスターディアリスターズにしかいない子なんですよ。ほう。だから結構最近ね、あのアイマスのキャラクターみんな全員集合みたいなゲームが出たりとかしてんだけど、うんうん、それでもいないんですよ。あら、じゃあ珍しいんだ。ちょっとね、レア系のゲーム、はい、
でね、この時からこの子は実は男の子とか、あらそういう設定もあったりとか。脱毛してるってこと？いやいや、もともとこうです。いやいや、それはないよ。いやいや、だからもともとこうだから慣れたの。いや、脱毛してんじゃないの？いや、いいだろ、どっちでもしててくれ、逆にまあそれでちょっとこれ結構あの意欲作でもあります。遊びたかったんで、これはいいじゃない、かわしていただきます。はい、はい、そしてもう一個、はい、ゲイン、ナナシのゲーム。おー、ナナシのゲームいいね。俺が1500円で買ったやつ。言うな、それは言うんじゃないよこんなもんでしたわ相場一番買い物したくないよね、やっぱ。俺それ昔、俺この値段で買ったけどなって。言うなよ、1000円も安いじゃんって。いるんだよな、ホラーのね、DS のゲーム。DS ってやっぱちょっとね、こう意欲作が多い、うん、ホラーゲームとしてもこうね、うん、あのタッチペンとかでこう面白いシステムがあるということで、うん、まあ、続編もね、かなりちょっとこうプレミア価格でついたのかもしれないですけども、続編はやったことないな、うん、なんでね、ちょっとまずはこれを遊んでみて、ちょっと遊びたくなったらそれを探す旅出るかもしれない、うん、おー、いいじゃない、うん、一人で、はい、急に出るかもしれない。一人で行くんだ動画撮りながら行けばいいじゃんなんで一人で行こうとする探し出すかもしれないんで、はい、はい、これちょっと遊びたいなということで買いました。あ、いいじゃない、はい、僕はこんな感じ。はい、水沢君は買ったんですか？買いました。本当に買いました。見せてくださいよ、はい、じゃあ、はい、水沢の1本目、1本目、こちら。おわ、水沢風雷の試練 DS2、はい、風雷の試練 DS2 ね。はい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 、まあお手頃な価格1200円。いや、1200円で DS のゲームが買えるっていいね。いや、最高だね。でこれ探してたんだけど、はいはい、なんかね、やっぱ2000円ぐらいしてたんだ。あ、そうなんだ。そう、なかなか安く出会えなくて、はい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 、やっとこそ1000円前半台で見つけれたので、はい、購入しました。これはね、いつまでも遊びますから。そう、ゲームボーイ版はね結構やったんですけど、はい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 、これ DS 版はやったことなかったので、なんかね、なんだかんだ多分遊びやすくなって、うん、ね、リメイクされてるんで。そうなのよ、この砂漠の魔女、うん、これむずいのよ、ゲームボーイのあ、なるほどね、むずいむずい。その当時のなんかそのゲームの感覚としてもね、うん、まあ俺が小学生だったっていうのもあるかもしれないけど、はいはいはい、すげえ難しかったんだよね。改めて今、うん、はい、DS 版で遊ぶと、はい、いいじゃないですか。はい、2本目。はい、2本目、うん、ガチャ。あ、ゲームギア。ゲームギアのタントアール。タントアール出た。はい。はい。いいですね。タントアールは、なんかいろんなミニゲーム入ってるんですね。そう。これね、色あせやすいんですよ。ああ、このピンクね。このピンク、はい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 。めちゃくちゃ色あせるんだけども、まあ色あせもなく、おい。箱ピシッと。ああ、久しぶりに聞いた。久しぶり。箱がピシッとして、いや、いい、そうそう。職人がね。ガイルの髪、いや、してないでしょ。職人がやってくれました。まあシール当たるんですけど、これ綺麗に剥がせるんで。なるほどね。はい。ああ、じゃあこれはかなりまたいい買い物というか。これはいい買い物しましたね。ゲームギアも充実してきましたね。ゲームギアもね、うん、もう50本近くになってますんで。そんな買ったんだ。知らないうちに買ってるわ。10本ぐらいなってますので、もう4分の1終わりましたんで、あと4分の3。ゲームギア先終わんじゃない？いや、でもゲームギアもね、うん、結構山があるのよ。あー、ここがちょっときついってのがね。ない。なるほど、もうまず置いてない。うん、ない。はいはい、存在しない。ネット見てもないみたいな。なるほど、なるほど。何本かあるんで。ちょっと出るまでね、待ちながらでございますけど。はい。はい、お、そして？ラストになります。ラスト、はい。本日ラスト。結構絞りましたよ。あ、なるほど、買いたいもの絞った結果。半分ぐらい。絞った。ああ、じゃあだいぶ厳選した結果なんだ。厳選した、厳選した。ラストがこちら。ああ、出た。はい、ロックマン X アニバーサリーコレクション1プラス2。はい、はい、これは買っていいでしょ。まあまあね、ロックマン X シリーズが、まあ、全部遊べるということで、はい。全部遊べる。要は1本550円ですよ。そう考えたら安いな。X8 だっけ、なんかプレミアついてるの確か。あ、ちょっと高くなってるかもね。うん、そうだよね。7はめっちゃ安いんだけどね。あの 3D にしてね、すごい悪評買ったやつね。そう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 、まあ、まずプレステ2をね、まず引っ張り出してくんのかって話になるし。そうだのよ、うん、で PS4 版のコレクション持ってんだけど、はい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 、PS4 つなぐのめんどくせえし、まあちょっとね、いちいちってなるのもね、はい、でまあスプラトゥーンやるためにさ、うん、スイッチも常に動くから、はい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 、だったらもうこっちでしょということで、ちゃっとね、はい、一瞬こっち遊んで購入しました。なるほど、これはいい買い物したと思ってる、正直。あ、うん、うん、いいと思いますよ。はいはい、あ、じゃあこれで最後と、はい、これ最後ということで、はい、まあ、前回の動画、はい、どこでグラスキーね、万代書店、岩槻店、万代書店の岩槻店さんと、うん、こちらの大宮、はい、駿河屋店、はい、駿河屋大宮店ですね、はいはいはい、はい、で、買い物しましたけども、スーパーファミコンゼロ。あれ、はい、やめたやめてないです、もうないんです。だからもうそういう時期なんでしょ。もうそういう時期です。もうスラーッと入ってった店に売ってないんでしょ、うん、そうそう、いや、まああるんだけどはいはい、はい、その俺の元々のその、はい、買ってたそのなんていうのかな、このラインというのが、うん、店舗に行ってある程度綺麗なものでないものをひたすら買ってくだったんだ。はい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 、はい、だから
ね、1400中今850近く行ってますけど、ね、まあ買えるものいっぱいあったんだけど、うん、そのなんていうのボロボロでも買うだと、うん、まだ買うのあるんだけど、はいはい、ある程度綺麗なもので買うでやってると、はい、もうなかなか出会わないっていう。まあそうだね、そう、うん、綺麗でかつあんまりないものっていうのがさ、うん、今ちょっと壁になってるわけだ、うん、ネット主体になっちゃうね、もう。なるほどね、うん、まあまあそれこそでも前の青森じゃないけど、うん、やっぱ地方に行った時かね。いやそう、ああいうとこ行くとねあるのよ、狙い目ですから。そうだからちょっとね、はい、旅だね次は車で旅する。あ、旅いいね。1週間旅ぐらい、うん、できたら楽しい。レトロゲーム旅、レトロゲーム旅ね、うん、ちょっと暇になったらね行きたいですね。やりましょう、うん、やりましょう、はい、というわけでまあそんな感じで、まあ、スーマミ集めつつ別のも集めつつで、そうだ ね楽しんでいながら、まあ、何よりやっぱ遊ぶゲームをね、そうそうそう、やりたいのかって言ってるから、ね、そうですね、うん、はい、こんな遊んでいきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんもねこちら駿河屋大宮店遊びに来てください、うん、遊んでみてくれよな、うん、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、またね。チャンネル登録お願いします。